ドーン、ドーン、ドーン、ドーン。大丈夫ですかね。Helmet full of chocolate yogurt, please, and mix some vanilla in while you're at it. Don't forget the sprinkles. 皆さん、ホームプレートにようこそ。ホームプレートでは、なんとアメリカからの料理を楽しみながら、メジャーリーグベースボールについて本格的に話してみたいと思います。こんにちは、坪井美里です、私は9年間男の子と一緒に野球をやっていました。その経験で野球女子としても活動しています。メジャーリーグの方に取材に行かせていただいたんですけども、うん、目の前で大谷翔平選手のことを見まして、キャッチボールしてる姿だったりとか、すごい印象的で、やっぱりかっこよかったです。見たいな。スタイルもいいですし、高いですもんね。そうです、もう一生の思い出として、はい、胸に刻んでおります。そしてですね、本日も素敵なゲストにお越しいただいております。ケビンズイングリッシュルームの皆さんです。よろしくお願いします。はい、以前皆さんにお料理していただいて来ましたが、はい、いかがでしたか。全部美味しかったですよね。全部美味しかったですね、これが球場で食べれるんだっていう、はい、今回作る料理はですね、南部風フライドチキンでございます があるんですね、このフライドチキンを作るときには、そのスパイスが非常にシンプルだと、このホットソース、ガーリックパウダー、塩コショウのみでそのスパイスの味付けをするから、それがとてもシンプル、それが南部風だっていうことらしいでございます。なるほど、初めて知りました。南部っていうとケビン地元というか、はい、私ジョージア州出身でございますので、一応南部でございますね。ジョージアってどんなところなんですかね。僕は、一応首都のアトランタから、2時間ぐらいのところに住んでて、そこはとっても田舎でしたね。すごい緑がぶわー広がるような田舎 でもう全員もう当たり前のように車移動みたいな感じで、もう歩いてる人なんかいなくて、みたいな、そういうこう自然豊かなところでしたね、いいところで育ったんですね、はい、あ、それ南部なんだ。これは南部だな。俺と一緒だよこれ。これ南部のやり方。これ俺と一緒よこれ。千葉と一緒よこれやり方。違う。千葉はこういう風に入れない。揉み込む感じってことですよね。揉み込む感じね、はい、味を染み込ませる感じで、ね、お願いしますね、はいはいはい、このホットソース結構すごいな。結構なんか辛そうだな、すごい匂いがね。あ、でもかけさん、はい、辛いの感じないですか。辛いの得意なんで大丈夫だ。楽しみですね。全然大丈夫だと思う。逆にね、山ちゃんがあれなんですよ、苦手なんだ。全く食べられないですね。苦手なんですね。じゃあこれが辛いかどうか、ね楽しみですね。まあ、でもちょっとピリッとしてるぐらいの方がね、良かったり、美味しかったりもしますから ね、はい、こんな感じかな。はい、それでいいかな。ありがとうございます、はい。じゃあ一旦味を染み込ませるために冷蔵庫で冷やしたいと思います。 MLB クイズをやりたいと思います。待ってました。出た。今回はですね、はい、全員参加ということです。いや、まあ、頑張ります、はい、望みはありますね。これまでに日本人メジャーリーガーが最も多く所属した球団はどこでしょう。あ、なるほど。どっちかだと思う。お、2択まで今早い。俺もそれでもね、1個あるかなっていうのあるな。ありますか。お、ケビンさん。僕も固まりました。お、早いですね今回は。はい、はい、せーの、マリナーズ。マリナーズ。全然違う。僕はシアトルマリナーズ。シアトルマリナーズ、はい、レッドソックス。お、ニューヨークヤンキーズ。おー、それぞれ選んだ理由っていうのは何ですか。いや、なんかマリナーズに日本人選手が結構いたような、カキさんは。レッドソックスすごく聞く気がして、日本のその方ってニュースになるじゃないですか、ね、日本で。なんかレッドソックスってワードめっちゃ聞くなと思って。エケリさんは。僕はニューヨークヤンキーズですが、はい、まあ、山ちゃんと理由は一緒で、なんか日本人いたんじゃないかなっていうかすかな記憶のもと答えにしました。なるほど。はい、
答えはニューヨークメッツですと、ね、メッツはこれまで13人の日本人選手が、はい、在籍していたということで、新庄さんだったり野茂さんたくさんいたみたいです。そうか、はい、そうなんですよ。メッツのユニフォームもよく見ましたよ。確かに見ました。言われてみればやっぱ分かるんですね。確かにな、はい、小麦粉ですね、これは。はい、はい、見つけていきます。フライドチキンというのは、まあ、大体どの球場でも食べられるみたいですが、シアトル、まあ、シアトルマリナーズの球場にはですね、この、フライドチキンサンドイッチというものが名物としてあるみたいですので、美味しそうじゃないですか。美味しそう、ね、うん、いいじゃないですか。ドーンドーンドーン大丈夫ですかね。はい、これを次は揚げるんですよね。はい、はい、すごい美味しそう。いい匂い。お、ちょっとこっちに行くんですね。まさかの。こうすれば完璧。はい、ということで、はい、アメリカ南部風フライドチキン完成。やったで、はい、一緒にですね、こちら、はい、MLB カフェ福岡で提供されている、はい、ケールサラダでございます。美味しそう。なんかポップコーンとか乗ってるんですね。ね、本当に。新しい、これは創的、はい、うん、僕たちあの KER って結構呼ばれてて、うん、はい、でそれをファンの方がケールと呼んで、うん、あの例えばツイッターのアイコンとかをケールのこのマークにされてる方が結構たくさんいらっしゃるんですよ、そうなんですね。そうなんですよ。ケールの絵文字あるんですよ。なんてどんな見たいなそれ。そうなんですよ。ケールは食べたことありますか？僕はないです。僕もないです。ないですか？僕もないです、はい、そうなんですね。ないです。今日は初ケールと、はい、初ケールで楽しみですね。楽しみです。はい、うん、熱々、うん、温かく、うん、サクサクですね。サクサク、揚げたてでめちゃめちゃ美味しい、うん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 、だしシンプルな味付けだけど、うん、結構スパイシーな感じしません、うんうん、大丈夫ですか。あ、ちょうどいいぐらい、ピリ辛く感じるなっていうぐらいで、うん、パクさんどうですか。なんかちょっと酸味も感じるというか、うん、やっぱりあの辛さと一緒になんか酸味もあるソースを入れてたと思うんで、あの食材が味付けがなんかちょうどこういい感じでハマってる感じがして、その塩胡椒、ホットペッパーみたいな分量がちょうどいいですよね。そうそうそう、なんかその掛け合わせがすごいなんか美味しいなって思いました。確かに。食べやすいですね、うん、食べやすい、うん、ほんとほんと。なんかケール独特の苦味みたいな結構嫌がる人がいるんですけど、うんうん、これはすごい食べやすいなって本当ですね思いました。山さんいかがでした か、 こう食感が結構葉っぱが硬いからザクザクしてて、うんうんうん、なんかすごく楽しいですね、食べてて。あ、食感が、うんうんうん、このポップコーンもいて、いね、なんか面白いなと思って。ポップコーンっていうのが新しいですよね、うんうん、かけさんいかがでしたか。初めてのケールだったんですけど、いや美味しいですね。お、よかったです。なんかやっぱ野菜にしては結構味がするっていうか、なんかその感じもこうなんか組み合わせ的に全然嫌じゃないし、うん、それよりさらに衝撃的だったのがその、うん、このポップコーンとかと合うっていう、ね、それとかも本当びっくりで、うん、サラダにポップコーンって合いだな、うん、それがなんかすごいなんか独創的な一品だなと思って、うん、よかったです、ね、あとドレッシングもすごい美味しかったですよ ね、 ですね、少し酸味があってケルトあって、うん、すごい美味しいですよ ね、うんうん、ね。ではなんとですね、今回ですね、うん、皆さんに召し上がっていただいたアメリカ南部風フライドチキンですが、はい、MLB カフェ福岡で期間限定でメニューとして提供します。おー、やった嬉しい、はい、このチキンはあれですよね、シアトルマリナーズのスタジアムで食べれる、はいはい、チキンなんですけど、チキンサンドで食べれるみたいです。それがね、こちらのカフェで食べれるということで、はい、そうです、はい、あのケールサラダもぜひね、うん、ヘルシーなんで食べに来てください、はい、確かに。はい、今日のエピソードはここまでです。ご覧になっていただきありがとうございました。ぜひ MLB ジャパンの SNS をチェックしてください。では次のホームプレートでお会いしましょう。バイバーイ。